はようございます。今日は金庫担当。はい何をするんですかね耳を取ります。外は雨、はい、雨、風、やっと晴れの空かと思うけど中途半端がときばっか。これちぬこさんと話してたよ、はい、ちぬこさんとこも全くずれとらんって、はい、みっちゃんたちとこもずれとらんやったろ、はい、日本全国ちょっと、まあ、冬は大変かっつってもずれなさすぎ、うん、お市場力やっけんがずれんとかと思ったけど、うん、そういうわけでもないかもしれん、そんな冬もうねなかなかやばかったで、で、今回なんとミミズ掘りで一本取ろうかしょけんね。井戸かなって感じけど。でうなぎの今日はね秘密兵器。コメントでも待ってたけど、なんか小顔取り方ないよって。うんうん、例えばなんだこれと思ってたけどさ調べて、うん、もう調べたおいなりに、うんでね。海外ではその取り方で大会とかあると。すごい。いろんな取り方でどれが一番うなぎのミミズを捕まえるかって。ミミズは確保できたらもうだってうなぎを制するものミミズを制するやっけん。あれ逆じゃないですか。ミミズを制するものうなぎを制するんですか。うなぎを制するものミミズ制しても。ついでに山のね現状報告もあるよ。そうですね。山もうね結構たっこい知らんやろ。何の変わったか気づくかな。何が変わってるんだろう。何が変わってるんだろう。気づかずしまいやった。気づかずしまいやった。はい、着きましたよ。はい、山どう気づいた？テラスの木がなくなってる。そう。ですよね。テラスの木もなくなってるし。し。あ、なんか山小屋も私変わってる。そうなのよ。すごい。山の小屋のあそこ形変わってるし、物管がされてる今。あ、本当だ。ボッコボッコばいもう。2階の木全部なくなってる。ですね。あそこの星空カウンター、あそこももう壊すよって。あそこにそういうテントとかが建てられるようになる。ああ。で、そうあそこのテラスで作ったカウンターはこっち側でどうにか使おうと思ってるとかってね。山小屋の中で。そう。山小屋も拡張しますから。そうですね。なんかノリノリ。なんかいいのがあったよ。ミミズの。はい。裏技だよ、きっと。あ、そうですよね、ミミズの裏技。いい感じでここアレートじゃろうが、ほらここここは水だらけってことかな。でもいましたよ、こんな感じでおるもんね。ちょっとあんまりびちゃびちゃやんか。カニが出てきた。本当だ、カニだ。カニが出てきたよ。こがんとき見ぬ俺かわばい怖い。そうっすね、これは厳しそうだ。なんてこったこれ。おいまさかミミズの方にさえうまくいかないのか今日は。一回なんかそのどういうことしようとされてる、うん、こうやってミミズのおるであろう場所に行くやん。はい、刺すやん。はい、おおほうほう、この音が立つって。はい、なんて秘伝なんねん。わどて音、はい、鳥とかのさ筒でこうやってシュシュってですね。パタ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 こうやって歩きしようけよ。はいはい。あ、なんかでね振動を与えてね水のパニック起こそうで。へえ。浮きで出てくる全部ね。ほう。じゃあなんかもうちょっとこの地上っぽいところ、うん、そうやねを試してみますか。これはうなぎ水取れんのかな。わかんないです。でも山にミミズはいるでしょ。うん、びっくりのが一匹とかになるかもしれない。あ、すごい立派。あ、いいっすね。片付けんかもう一回。岩もしっかりなっとろ。ですね。あ、すごい温泉みたいになってますね。うん、ここいそうじゃない？なんかいそうです。なんかいそうやろ。行くぞ。どんくらいすげえ音がな。あ、ミミズが出てきた。ほら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 。あ、本当。ちっちゃかミミズ出てきた。ちっちゃすぎけどな。ちょっとちっちゃすぎるね。お、もしかしてマジで。あなたも来たのかな。何ですかね。うわ、見てなかったな。また潜ってきましたよ。潜れんのかよ。潜っていく。これ意味長いやん、これ。
んとかな、耳が別のとこ見てみる。そうなると、いや、めちゃくちゃいい感じなんですけどね、うん、ここから見る感じ、すっきりになったのは。ほんとめっちゃすっきり、めっちゃすっきりやろですね。見通しがいいですね。こういうところ、あー、あ、いた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 、おったおった、いた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 、ちっちゃいな、ちっちゃいな、ちっちゃいけどおるな、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 ほってつ、ほ、ちょっとちっちゃかな。よしよし、ここにおるということで分かったんだぞ。ですねですね。おいしょ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 、ここで行くぞ。見ても変わった。これっすよ。ほった方が早くないですか。ちょっと掘ってむくか。これでさ、この辺に落ちたけもうこれダメってことですね。そうですね。ほらほら、うわ、いいのがいる、おるやん、いいのがいる、いいのがおるよ、出てこなかった。こんな近くでやってたのに。あー、びっくりした、びっくりした、大きい、びっくりした、ヘビかと思ったよ。君でかいよ。これ持っていくよ。え、マジですか。おすごい、声が空気とか、なんだよ、おるやん、いますね。なんてこった、いつじゃダメとかな、焼きなのかな、今日実験はまず失敗ってやつだね、これね。そうですね、一匹でも出てくる、嬉しかったけどね。どこ行くよ、よかとこ行ってこば、好きに行きちゃう。じゃあもう、もうなんか適当に。やっぱさっきいたところとか良さそうだけどな。なんか、こげんことたらイノシシって思われるな。よし、2階へ行ってみる。わあ、この辺の葉っぱめっちゃよがろうけどな。雨の日はミミズ何しよったらね。こんな下をやる、絶対これ。ミミズがおらんきゃ。まあ、うなぎ釣りされんとかな。さっき上がってきてたんかな、音で。ちっけ、あ、いいのいた、いいのいた、捕まえた、ゼロ匹、うん、全くおらん。エビですか。また水に溜まってます。いた、ほら、貫通した。おやーやだ、おやー、いた、いた、何ね、とりあえず3でも、細いリリースサイズかもしれないです。一匹も捕まえとらん。とりあえずここの水ばかい、あそこ水びたしになってあっち行っとけ、はい、そこばすっぽがして、はい、開通させた。でも水探したけどおらんやった。最後にあそこの草の生えてるところ掘っていいですか。道路際のあそこ、はい、いや、根っこすごいだね。ミミズさ、これ死滅した時期じゃないですか。それか深く、うん、だからもしかしたらあの木こう引いてたのかもしれないですよ。ああ、で上に上がってきて、うん、で取れた、取れた可能性もゼロじゃないですよ。ね、ギッコッコはもう一回する必要ないよね。ギッコッコで名付けようか。おった、ちったか、一匹、だいたい一匹大きいおったかってな。もうエビで釣るよ。わかりました、じゃあ、ある、あ、結果発表。今日の釣果はデカミミズと中ミミズと小ミミズたち。たち。まあまあ、とりあえずミミズ掘りでした。はい。さすがにちょっとね、仕掛けるまで行こうか。そう、仕掛けるまで。結構降ってますね。あの5分で全身びちゃびちゃですね。今日はね、いつもと違うところにしか来ない。うん、肌から右、え、ここって言うよ、多分。車バンバン飛び越えたところ、巨大ミミズが一匹。そうですね、みんなが、ね、カオスやろ。
でかーこいつこいでか食いてーってなっちゃうんか。いやーでもうなぎと同じ下手すぎる。うなぎとサイズ同じぐらいと思うやろね。いやー結構なかなか雨強くなってきた。雨が嫌だこれ嫌だ。おうなぎ残ったミミズ、あすごいすごいすごい、これでかいぞ。もう嫌ってほど美味しかろうこれ。ちょっと君どこに刺しておくかわからんぐらいでかか、でかすぎくらい太か、これ太か。うわすごいすごい、これはダイナマイトミミズ、これでかいの知れませんよ。でかいね、すごい。よしどんどん行くわ。はい、結構濡れるねもう車横バンバン取ってるね。本当っすね、これはすごい。想像以上に濡れますね。こんなとこにいるのだろうか。夢あるやろ。めちゃくちゃ夢がありますね。一匹ぐらいずるぎゅう待ってんね。本当っすよ、こんだけ頑張っとったの俺たち結構ね、釣ると思う。釣れます。お、何匹。2。お、2。お、いいねいいねいいね。お、おい、うん、じゃあ2 3。お、3。いや、3も釣れるのね。11本あるんですよね。11本あるけね。もうどう見ても俺たち怪しかろうけど。そうっすね、すっごい怪しかろうね。すごい怪しい。お前と何しようなってるのかってしか思われとらんばい多分へい、もうなくなった。ここからエビ、エビコーナーですね。なかなかチャレンジできなかったところさここ。あ、そうなんですね。うん、ダイモ1000件こそフリーフォールも入れとこうか。あ、フリーフォールも。なんないこと釣るやろ。まあまあまあ。意外とうなぎでばい。はい。生活圏内にオッケーど。はい。うるさかところも嫌うもんね。めちゃくちゃここうるさい。どうしよう。だって前の確かに、うん、ここ通るときに興味は持ってました。うん、ずっと。ずっと興味持っとった。さあ、これで設置完了。はい。11本。11本。入れたよ。はい。こいで。明日釣れてますように、これで釣れてますように。11本よね。11本です。11本よね。はい、リクタン。はい。おお、なんか張っとる。お、ここで結構ガム張っと。行くわ。はい。え？これうなぎや。これうなぎや。あ、声も。声も。ほら。ほら。声は歴史的瞬間ばい釣りロハ始まって以来の。